賞金を用意してます。現金チャンネルここまで来たんです。なん、やばー、ナイスショット。おー、来た。チャンネル久しぶりじゃない、めっちゃ久しぶり、ね、立ち位置どっちか忘れちゃったんですよ。確かに。え、何年ぶりやったの。もう本当っすよね、覚えてないぐらい、ね、久しぶりだよ。いや、気持ちかったっすね。もう今日一来ました。今日一来たということで、まあ、はい、今回は、はい、キバイスミゴルフクラブさんに撮影協力いただいて、はい、ゲンゲンチャンネルナンバーワン決定戦を開催したいと思います。イエーイ。負けないぞ。はい、まあ、でもゲンゲンチャンネルといえば、はいはい、コンペをね、はい、毎月やっていて全国で、はい、もう一人メンバーがはい、はい、早速登場してもらいましょう。そうですね、伊豆香かりんちゃんです。イエーイ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕らね、あの、はい、奄美で一回対決してますけれども、ね、はい、改めて一番上手いの誰だと結局ね、はい、ちょっとね、はい、言っていただいてるので、そこでですね、今回そのナンバーワンを決めるにあたって、言い出しっぺじゃないですけど、はい、の方が後ろに来られているので、はい、ぜひちょっと登場していただきましょう。はい、ハリバ社長です。ハリーさん。ハリーさん。どうも、こんにちは。じゃあ、ようこそ、はい、チバイスミへ。チバイスミ、はい、お待ちしておりました。本日は、はい、なんと、賞金を用意します。マジっすか。来ました。ついにゲンゲンチャンネルここまで来たんで。優勝者には賞金。はい、いや、おー、これは皆さん喜んでますけど、はい、罰ゲームもあるんです。嘘でしょ。罰ゲームあるんですか。このゲンゲンコンペの、はい、一番の魅力といえば、はい、打ち上げじゃないですか。まあ、そうですね。はい、そうですね。打ち上げは、はい、我が、はい、僕たちの次回にやりたいと思います。あ、次回さん、はいはい、嬉しい。次回の人は、はい、ちょっと調べてみて。もう絶対めっちゃ食べるじゃないですか、ハリーさん。めっちゃ食べるっす。勝つしかない、はい、そうですね。よろしくお願いします。2024のもうゲンゲンチャンネルナンバーワンはこれで決まります。はい、決まりました。お願いします。お願いします。本日撮影協力いただいている千葉いすみゴルフクラブさんの PR ポイントを説明したいと思います。房総半島の中ほどにゆったりとレイアウトされたフラットな27ホールでございます。東京湾アクアラインを使えば、なんと都心から90分以内、チャンピオンティーはなんと 75.7 と千葉県1のコースレーティングを認定を受け、2023年にはジャパンゴルフツアーも開催されるなど、本格的なチャンピオンコースです。じゃあちょっとやっていきましょうか。今日はあのチャンピオンティーということで、まあさすがにね、カレンちゃんはブルーですか。ブルーからいきます。ブルーからね、まあ、それでも長いですけど。黒より後ろなんですね。もうめちゃめちゃ後ろです。だってもうあんなに前だもん、ブルーが。7800でしたっけ。え、7800あるんでしたっけ。そうです。大会の時は7800。7800。やば。え、でも距離的にはそんな緑か。ロングだと思った。普通にロングだと思った。435。プレバックの後ろっす。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。さすが完璧。うわ、遠チャンピオンティー遠ナイスショ。お願いします。パリティでちょっとティーショットイップスなんで。うわ、完璧やん。やばい、ナイスフェード。完璧、完璧や。わあ、オッケーオッケー、ナイスショ。パリティの力、パリティの力、さすがやね。カリンちゃんはバックでございます。まあ、長いですね、ちゃんと。お願いします。お願いします。ナイスショ。いやいや、でもでも全然大丈夫です。止まって止まって。ああ、万人やね。まあまあ朝ですから。我々より大体60ヤードくらい前に行きます。そうね。チャンピオンティーでもマジでどんなスコアなんだ、本当不安なんだけど。初7800ヤードですね。ピンまで207ヤード。207。ユーティリティで。いや、うまっ。めっちゃ筋ってんですけど。そう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 。あ、弱い。あ、ちょい手前か。はい。よかった。いや、でもないでしょ。ありがとうございます。打ち上げ入れて190。方向性重視で行きたいんで4番で。4番で。このバンカーちょっと入れたくないね。ですね。気持ち左目でもいい。うん。でもナイス。いい感じ。ナイス。まあ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 。距離多分165ぐらいなんですけど、手前からトントンで14で行きます。
いやいや、まあ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 、うん、バンカーはね、さすがにね、綺麗に打つのは難しいですよ。距離あるし、距離あるしね。430短いロングじゃないマジで最近回ってる短いロングですレギュラーでしか最近回ってないんだから。本当に本当に、いや、ちゃんとね、元気に乗っておりますよ。緊張してるんですけどえあ、まあ、でも乗ってるやん。さあ、マテリーうまいかんな、ここら辺ピッチングで技見せますよ。転がす系だ。はい、転がす系男子なんで。マジで、いや、うまいよ、うまい、めっちゃライン乗ってる。うわ、弱いんだ。いや、でもうまい。いや、強くない、めっちゃいい。ゴー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 、うん、ナイス。やっぱ雨降ったから。そのまま、そのまま。うまい、来た。おー、来た。来た。うわー、惜しい。惜しい。うまっ。ありがとうございます。オッケーですね。はい、オッケー行きましょう。あれ、またパター変わった。チャンピオンでもちゃんとパートでした。うまい、ナイス。危ない、ナイスパー。いきましょう。いや、長いよ。長いっすね。460、長いよ。これロングだったらまあバーディーよね。そうっすね、うん、普段だったらロングっす、いろいろコンペ行くけど、はい、440ぐらいのロングある。ありますね。あるある。この間の大阪チャリティーコンペありましたからね。それぐらいちゃんとこう打ち上げだしね。ほんとそれ。こちらの放送は君津ジンギスカンの提供でお送りします。タフだな、タフ。ここはもう左側の崖ギリギリですね。崖ギリギリ、左ドックなんですけど、打ち出せちょっとこうなるの。なるほど。ちょっと移して、移します。やば、崖やん。フェードヒッターにはもうこう無理よ。フェードヒッターだけど、ドロー。あー、やばい、ちょっと右だ。でも、傾斜のところ、あれ、やばいっすか。大丈夫、大丈夫、ロングは大丈夫です。2回ぐらい見る。おー、ナイスショー。マテリ練習してきたでしょ。これシャフト今日からなんですけど、うん、相性がいいです。マジで。チーピン対策シャフト。なんかもう絶対チーピン出るイメージ俺はちょっと見てたんだけど。シャフト変えてきた。はい、シャフト変えてこっそり朝もうがっつり食べる。あの練習バレないように。うわ、やってるわ。4回くらいスイング動画送ってきましたか。あのカエちゃんにめっちゃ動画送ってます。これどうすれば治るみたいな。知らない。こっそりレッスン受けてんのね。はい。あいつのように動画送る。ちゃんとね、はい、500余裕で超えてます。はい、ちゃんと距離あります。いやー、でもないでしょ。いやー、でもいい球でしたよ。あ、昨日雨降っちゃったから、だから今日乗り入れできない。え、でも晴れてるっていうか普段は乗り入れできるんですよ。乗り入れ OK です。うわ、もう最高じゃないですか。最高っすね。通風の人には最高です。確かに。ちょっと足引きずってますもんね。大阪で出ちゃった。何ヤードぐらい打てば150弱。6番で、まあ、旗方向ですね。マテリーはこの隙間を狙っていく感じで、うん、ラフ結構長いんで6で。おー、うまい。上から、ナイス、超えてった。マテリー仕上がってるやん。カレン先生のおかげです。レッスン代払ってもいいよ、オンラインレッスン代。
払わないとやばいっすね。本当に服も取ってかれるんですよ。服までいいねって言って、カレンちゃん着てる服どんどんもらってくる。あのこれハートも、ハートももらったの。はい。この間もなんかシャツもらってなかった。そんなことある？女子から服もらう男子初めて見たの。しかもゴルフウェア。え、待って、めっちゃ遠いんですけど。思ってたところのだいぶ先にグリーンあんだけど。これパーチックスよ。あれ、これ右手アウトなんでしたっけ？はい。おー、抜けた。うまっ。ナイス。さすがカレン先生、お手本のようなショット。そして前めっちゃ袋、残り270ドライバーです。なんとちょっとヘッドでかいなと思ったら、ラフからやばー。ナイスショー、すごー、乗るよ。いや、やばー、惜しい。ミドラ最高。すげえ、ライン出てた。ライン出てたね。やばいっす。めっちゃ綺麗だ。クソかっけえ。ちなみにこれもハリーさんからもらった。100ピンまで194。5番アイアンで手前から転がす。ちょい右か。右バンカー。バンちゃん。まあ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 。まあまあまあ。近いです。一回バンカー確かめないといけないから。はい、距離も良さそうね。あー、ナイスー。ナイスちゃんとパーオン。これですね。これですね。こういうとこなんですよ。こういうとこですよ。勉強しなきゃいけない。我々ちゃんと確実にパートリーできるから。そうね、はい、我々ピンしか見てない。もうなんかサブグリーンがなんかすごい。あ、確かになんか剥がしてあるっぽいな。新種のグリーン、ホワイトグリーン。バンカー40ヤードぐらいですね。56でバンカー得意な。うまっ、これマジでうまい。止まる。うわー、すごい、ナイス。ありがとうございます。うまっ。25ヤード若干転がってのアプローチ。キャディーさんがマイキャディー持ってる。珍しい。じゃあバーディーパット。意外と切れないわ。いや、でもナイスタッチ。うまい。ゴー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 。来て来て。オッケー。ライン乗ってたけど、どうしたらさ、ちょっとね、やっぱ打てなかったわ。いやー、切れた。切れたね。切れたね。ナイス。3人で並んだら賞金山分け割り勘になっちゃう。3人割り勘きついな。とりあえず並びましたね、はい、並びましたね。並んだ。長いです。こんな長いの俺やったことないんだ。3打目ドライバーすか。花道5ヤードくらいの幅しかなかったから。そこに落としてきましたから、ちゃんと超ラインですし。でもさ、残り270あって、はい、で残り20ヤードくらい、近ドラで240、50くらいってことだね。次のコースもしっかり長いという、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。こちらの放送は秘密ジンギスカンの提供でお送りします。427、はい、427。長いよね。長いっすね。絶対長いよね。300ちょい、ワンオンチャレンジとかがないよね。ない。うん、全然ない。よいしょ。フェードして。バンカーと旗の間。はい。よーないしょ、旗。いや、今日めっちゃいいやん。シャフト合ってるよ。合ってる、これいいかも。うん、この間 OB7 発打ちましたから、ね。
あのチャリティーコンペですね、ゲンゲンボール江戸川ボートレースさんとですねコラボさせてもらってるんですが、そのボールが大阪であの7発ぐらいですね大溝にあの寄付してきました。寄付してきた。すいません江戸川さん、ありがとうございます。巻いてきたね。巻いてきた。巻いてきた。宣伝してきました。宣伝してきた。また狙いで。また狙い。おお、ナイスドロー。旗。いやーないでしょ。ナイス。やばいやばいやばい、ちょっと上がってきてるわ。ゲンゲンだけはいつももうこのパターンよ本当に。食べ物に強いからカレンちゃん。ああなるほどですね。今日はあの渋滞の中ずっと夜ご飯のことになってる。マトゥリカレンちゃん、はい、ほぼ飛距離一緒っすね。ゲンゲンが一番か出てます。50ヤードくらい。ピンまで200ヤード。3番やね。いやー、バンちゃん。はい、うん、バンちゃん好きだから大丈夫だね。お邪魔します。どうしよう。一キロで165ぐらい。ちょっと左足上がりなんで、4番やね。うわー、お腹空いちゃった。お、バンちゃんだ。これもバンちゃんじゃない？これ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。ナイス、バンちゃん。いらっしゃいませ。仲いいね、2人とも、本当に。157くらいかな。8番で。いないけど、飛んで、飛んで、飛んで。バンちゃん、あれ？バンちゃん。全員バン。子供たちね、連れてきたいね、こういうところね。いや、本当そうっすね。最終組とかでさ、終わった後走らせたいんだ。確かに。40やるぐらい、35やるぐらい。30ヤード、56で。ああ、でも距離だ。めっちゃ綺麗に出したけど。30ヤード、58で。うまっ！完璧。完璧。ナイス！気持ちいい。左足下がりで。伸びて、いやー、ラインはいい感じだったけど、いいよ、いいよ、来てる。うわ、悪くない。入れ。うわ、めっちゃ切れた。はい、お願いします。ナイス。はい、強かったか。はい、ということで、パート1が終了しました。現在のスコアはゲンゲン2オーバー、2オーバー、マトゥーリー2オーバー、2オーバー、カルちゃん、おー、これはどうなるでしょうか。はい、まあ、パート2パート3もぜひこのまま見てください。ね、面白かったと思う人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。でまた見てね。Oh yeah.